ワールドシリーズ第1戦ドジャース・ヤンキース2024年10月25日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手30が25日日本時間26日本拠でのヤンキースのワールドシリーズ第1戦に1番 DH で先発出場初回の WS 初打席はサクキサイ・ヤング賞を獲得したヤンキースのゲリット・コール投手34 の前に大きな中飛に打ち取られた。大谷がコール相手に初球攻撃を仕掛けた。初回、打席に入ると相手右腕の第1球、95、8マイル、約154、1キロ、の外角直球を狙い、フルスイングで中堅へ大飛球を放った。角度よく上がった打球に本拠は大歓声に包まれたが、中堅フェンス手前、373フィート、 約113.6メートル、地点で中堅ジャッジのグラブに収まった。本塁打にはならなかったが、MLB の公式 X、旧ツイッター、はこの打席を動画で投稿し、翔平からジャッジへ。なんて素晴らしいスタートと記した。この投稿には日本のファンからも、行ったかと思ったよね、宣戦線布告。こりゃ今日 h r 祭りかもね、惜しかった次の打席に期待。 初っ端からジャッジに威嚇射撃する大谷さん最高などと反響が寄せられた。